はい、どうも東大阪市城東区南波生田市の岡野です。今回はですね、便秘を一網打尽、最新便秘解消マッサージっていうところについてですね、お伝えしていきますので、あなたがですね、便秘で悩んでいる、もしくはお腹がパンパンで苦しくて辛い、薬を飲むけれどもなかなか改善しない、もしくは水分めちゃくちゃ取るけれども改善しない、食べ物いっぱい考えて取るけれども改善しない、そんな便秘でお困りのあなたにですね、今回は便秘を解消するための最新版のマッサージをお伝えしていきますので、便秘で悩んでいる人はですね、必ずこの動画最後まで見てください。前回のですね、僕の動画まだ見てない人はですね、前回の動画見てから今回のこの動画戻ってきてください。前回の動画でですね、便秘解消には何が必要かっていうとですね、マグネシウムが必要ですよというお話をしました。なので下の概要欄にですね、マグネシウムのリンク貼っておきますので、興味がある人はですね、こちらの方からクリックして購入してみてください。その点をね、踏まえて今回ですね、自分でできるストレッチ方法をお伝えしていきます。今回やっていくポイントで大事になってくるポイント、これが大腰筋です。いわゆる体のインナーマッスルって呼ばれる筋肉ですね。腸腰筋っていう風なね、筋肉聞いたことあります。腸腰筋っていうのは大腰筋っていうのと腸骨筋っていうね、2つが組み合わさった筋肉です。今回はその中でもですね、大腰筋っていう筋肉を狙っていきます。どういうところにあるのかっていうと、こういうところですね。お腹の中の部分ですね、お腹のインナーマッスルになりますので、これが大腰筋です。じゃあなぜこの大腰筋をマッサージしていく必要があるのかというとですね、ここの画像を見てください。このような感じで腸の下にですね、裏側にですね、大腰筋が走ってます。なのでここが硬くなると腸を圧迫してしまってですね、腸の動きが悪くなって、結果として便が流れにくくなってしまって便秘になってしまうっていう影響が出てきますので、今回はこの大腰筋をですね、自分でできるマッサージ方法をですね、今から僕と一緒にやっていきましょう。はい、ではですね、大腰筋実際やっていきます。やり方はですね、めちゃめちゃ簡単です。でこれをやるとですね、あなたはですね、もうこの後ですね、トイレにもしかしたら駆け込むかもしれません。そんな勢いでですね、効果が出る方法になりますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。まず最初にですね、お腹の硬さとかですね、張り感っていうのをですね、もし分かるのであれば自分で確認しておいてください。あ、なんかここ押したら痛いなとか、なんかこの辺ちょっと硬いなっていう硬い部分とかがあれば、皆さんね、最初にチェックして意識してやってみてください。では早速ね、内容入っていくんですけれど、まず自分のおへそ真ん中見つけてください。おへそ見つけましたね。そしておへそのですね、ぐーっと横に行ってもらうとですね、まあ、くびれとおへその間ぐらいですね、に大体ね、ストンと指が落ちる部分があります。ちょっとへこむところがありますね。この奥に大腰筋が走ってます。なのでここを狙っていくんですけれども、やり方はどうやっていくのかっていうとですね、足をですね、こういう風にあぐらの状態ですね、あぐらの状態に持っていきます。この状態でここを触っていくっていうことをやっていくんですけれども、まず最初におへその横くぼみですね、くびれとの間で指をギュッとこういう感じで入れてください。グッと、これも真後ろではなくて真後ろかつグッとおへその方向、斜めに向かってですね、押す感じです。後ろに押してグッとおへその方向、この状態でさっきの足です、あぐらの状態、これでグッ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 っていう風にですね、足を動かしていってください。そうするとお腹の中がですね、ちょっと動いていると思います。動いていればちゃんとですね、このインナーマッスルが動いてる証拠ですので OK です。これでやりにくい人はですね、もう自分の体重を前にしてもらって、前かがみですね、こっちはしっかり押しておいてください。前に倒した状態でこちら足をグッグッグッっていう風にですね、あぐらをね、かくように動かしていきます。わかりやすくすると、このね、自分の足の親指でですね、こうすねをなぞる感じでスリスリしてください。スリ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 で、自分がね、倒れるとこうやって動いてきますんで、この状態、これでも OK です。ただもっとわかりやすくやると、こういう風にあぐらでね、グイッとサッカーボールをね、蹴るような感じで、この運動をしながらお腹をですね、しっかり押していく、ずっと押しとく、体も前にしておく。これで大体ですね、まあ30秒ぐらいですね、グッグッグッっていう風に片方やっていってください。 OK で、まあ片方ね、終わったと思うんで、こっちの硬さとこっちの硬さ比べてみてください。多分やった方がですね、ちょっと柔らかくなってるはずです。で反対もいきます。へそ見つけて、くびれと間ですね、この辺グッと押した状態で体前に倒して、であぐらの状態ですね、グッグッ、これ30回、まあ30秒ですね、30回でもいいですけどね、これをやっていきます。グッグッグッ、
これをすることによってですね、しっかりと大腰筋がですね緩んできて、腸の動きもですね活発化されてきます。そして何よりこれはですね、体も動かしてますので、いいね運動にもなりますよね。結構しんどいです意外とね。 OK、 これで両方終わりました。でなんかね、お腹ら辺がすっきりしたとかね、なんか座ってる感じね、さっき姿勢悪かったけどちょっと楽に座れるようになってますっていう風にね、何かしら変化が出ていれば OK です。今のが大腰筋のですね、マッサージ、まあ、ほぐしになってきます。これをすることによって腸ですね、腸の動きがですね活発化して、便がね通りやすくなって排便されるっていうところになってきますので、薬とかですね飲んだりしてもですね、まあ、水を飲んだりしてもなかなか変わらないっていうのはですね、この筋肉の硬さによって便が出ないっていうところもありますので、これも全部踏まえてねやってみてください。そうするとですね、おそらくトイレにね駆け込むところになってくるので、しっかりやってください。もし前回の動画でですね、まだねマグネシウムとかチェックしてない人がいればですね、下の概要欄にですねマグネシウム貼っておきますので、詳細クリックして確認してみてください。はい、それではですね、今回はですね便秘を一網打尽、最新便秘解消マッサージっていうところについてお伝えしていきました。大腰筋を自分でねほぐしていく方法っていうのをお伝えしていきましたので、便秘ねどうなったか、効果ねどうだったかっていうのをですね、ぜひコメント下の概要欄にねいただければなと思います。あとチャンネル登録ね、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いします。これがね、あれば、どんどんいい情報を出していきますので、必ずしてください。それですね、本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。